若森常務さん、君無断でやってきて困るじゃないか。あんたたちに恨みはないが、戦いに勝って後悔するやつはないさ。何か言った？いや、実は次の仕事のことなんですがね。ああ、いいよ。俺はどんどんやるぜ。いつもの通り。
条件は現金、半額は前に、残りはやった翌日。じゃあこれを。昨日の分が入っております。次のはその間に挟んでありますよ。ところで、あんたのボスってのは何者だい？何も聞かない方が身のためですよ。しかし俺をスカウトしたのはあんただろう。だったら教えたってどうってことないじゃないか。そのうち分かるようになりますよ。まあいいや。この期限は？あなたの都合は？早いに越したことはない。その通りなんです。5日以内。連絡は？妹のやってる花屋で。では分かった。よろしくお願いします。やる相手に興味なんかないさ。これが必要なんだ。
5000万か。そう高くはないさ。何が5000万なの？ここ。高いわね。私のこのグラウンドはタダなんだけどな。俺のお袋はな、ここで死んだんだよ。あ、そう。この何の変哲もない汚れた海でな。病気だったのね。強く生き抜いてくださいなんて書き残してな。金だ、金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 に詰まった貧乏話さ。泣いてんのね。バカ野郎。何すんのよ。そうか、お前は首から下しか感じない女だったな。悪いけど一人で帰ってくれ。俺はちょっと考え事があるんだな。可愛かったよ、バイタメ。やってやる。おはよう。おはようございます。兄さんから何か預かってませんか？預かってます。ちょっと。おはようございます。あ、どうも。これ作ってよ。はい。はい。あ、いつもどうも。今度お礼にごちそうでもさせてよ。それはどうも。ぜひ。おや、いらしてたんですか？ちょっと。実はもう一つ急用ができましてね。だいぶ稼ぎましたな。他の人はすぐ女だのなんだのと使っちまうが、あんた何に？気にするな。いや、これはどうも。用件を聞こうか。ああ、それがですね、今度のは一人じゃないんですよ。少し難しいんで。難しい？大仕事なんですよ。だから相棒がいるだろうからってボスが心配して探してきたんですよね。じゃあ降りるか。俺は一人の仕事でないとやりたくないんだ。まあまあまあ、待ってください。この仕事は若い人じゃなきゃできないんで。
ぜひあなたにと思って。一人でなければ降りる。まあまあまあ、話を聞いてくださいよ。ボスが何と言おうと俺には俺のやり方があるんだぜ。一度だってしくじったことはないだろう。そりゃお前たちは下調べだの秘密を守るだのと言ってヤバいことはない。命がけなのは俺の方なんだぜ。ああ分かってるんです。相手は大物中の大物、民政党の総務なんですよ。政治政治の駆け引きは難しいことがいろいろとあって、どうしてもその男が生きていては困るということがあるとか。それでその男を密かに消すと言ってもプロの殺し屋がやったと分かれば仕事を頼んだスポンサーが疑われる。それじゃ困る。そこでだ、その男が週に 2,3 回行くところ、目かけのところだが、旦那が来ると必ず買い物に行かされる女中の他は一人もいない。それでこの男がその女と無理心中したように見せたいんだ。ギャラは一人でやるなら、200万。なーに、どんな立派な政治家だと言ったって女に弱いのが男っていうもんだ。相手が誰であろうと知ったことか。早くしなさい。それも脱ぎなさい。
の目掛けか。こいつの何が好きなんだ。何が好きだと聞いてるんだ。本当のことを言えよ。お金。金が目当てか。さあ、こいつを抱いてやれ。しっかり抱け。血を見るのも嫌だが、貴様のような女が金目当てにてめえを捨てる奴がもっと嫌いなんだよ。人を殺して金を稼ぐ男さ。しかしお母さん、何にもない俺はそれでもここに。俺こんなに稼いだぜ。誰が何と言うと俺が自分の腕で稼いだ金だ。もうすぐ5000万になる。そうすりゃ。でもよ、あれ別だよな。良心的で大義名分が宗教的でついていけないよな。そうね、もっとニヒルで熱血感で、そんな人いないわね。そんなことないぞ、お前。これだってお前精一杯反抗的に来てんの。俺たちだとお前しっかりやんなきゃいけない。何だよ、失礼ね。お前人の話聞いて笑うなんて。何よ、何だお前。何がおかしいんだよ。よ、ちょっと来いよ。ちょっとガンつけんのか、お前。サングラスなんかかけていいのなんじゃねえよ、お前。行こう行こう。来い来い。ちょっとぶっ飛ばしちゃうよ、お前。
ずらかすんだ。まあまあ。よ、こっち来よう。こっち来よ。行きましょう。どこ行くの？いいんだよ、その裏でいいんだよ。ついてくれ、いいんだよ。任しとけって。サングラスなんかかかって、ひげあってっからよ、お前。俺は任しとけってんだ、お前。この辺でやっちゃう。やっちゃう、やっちゃう。いいか、ここでやっちゃうか。やっちゃう。この辺でいいよ、お前。なんとか言ったらどうなんだよ、あれ。なんとか言えよ、聞いてんだよ。じゃあ言おうか。金も力もねえんだったら、なんとか手に入れればいいじゃねえか、自分の力で。そのあたりを見渡して投げることはねえだろう。何よ、大きなこと言うんじゃねえよ、お前。ずいぶんな自信かね。あんた誰よ。俺か。俺は暗殺者だ。暗殺者？そう、まあ平たく言えば殺し屋よ。バネだ。なめんじゃねえよ。やばい、逃げろ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 。あんたは逃げないのか？どうせおもちゃなんでしょ。そう、本物だけど。火薬が匂うわ。本物ね。なかなか強気だね。気に入ったよ。だけどその高慢ちきな面はよした方がいいぞ。踊り、リズム、薬、ムード、陶酔、充実、不幸な私たちか。私たちって誰のこと？私たちって、私たちよ。そう、あんたは踊ってりゃいいのさ。物分かりのいい音楽、物分かりのいい仲間、物分かりのいい社会、そしてこの仲間、それが私たちってんだろ。甘いもんさ。甘い？甘いよ。俺はね、そんな風に騙されるのは嫌なんだ。自分に騙され、自分を騙すのはね。あんた踊りをやめた時おかしいって思わないの？自分を分かったか、仲間ってのは嘘で、そのあたりの木や草や壁がただ揺れていただけ。あんたはこの世界や社会や現実が全部踊っているように見えただけさ。要するにあんたは何かに自分を置き換えたくて踊ってるのと同じことよ。だって、他にどうしろっていうの？何をしたらいいの？それは何かしたいけど、今すぐ何をしなくちゃいけないか分かんないから。世の中したいことしかないのさ。何をしたらいいかって、したいことをすればいいんだよ。見てみろ、あんたの周りをみんなすることもなく、いや、何をしたらいいって物欲しそうな面ばかり。てめえのことはてめえに聞け。てめえのことを人に教えてもらおうなんて、それが甘ったれてるってんだ。ごまかすなよ。ごまかしてなんか。じゃあ一生の間踊り続けりゃいいさ。俺はね、俺は自分をごまかすのが嫌なんだよ。熱狂するのは本当の自分になれた時だけさ。仲間もクソもない。孤独なんてのは嘘だ。人間みんな生まれた時からずっと一人きりなのさ。置いてくなんて。だってすごく楽しんでるみたいだったからさ。何不足なしって顔だったぜ。私あんたについてくんだから。わあ、すごい花。花好き？嫌いじゃないね。意外と美しいものが好きなのね。よせよ、そういう尋常な話には無縁なんでね。だって花がある。弁解の余地なし。さあ安心したろ、もう帰れよ。どうして？ここあんたのお城だから。誰も入っちゃいけないの？そういうわけじゃないけどさ、俺男だよ。70歳の若者、お邪魔します。あなたが全てを見せてくれたから、私も私の外側を全部見せてあげる。
何考えてんの？夕べのことなら気にしないで。どうせバージンなんていずれ捨てちゃうんだから。それより何かお話ししてよ。例えば仕事の話とか。仕事か。俺は覚えているだけでも20人以上の人間を殺した。だが殺し屋も辞めたんだ。どうして？両親の呵責？両親？冗談じゃないよ。そんなもの持ち合わせているわけがないじゃないか。第一、この世の中の善悪は力が決定したもんなんだぜ。力？権力？その権力さえ金で買える世の中さ。両親だって金で買えるかもしれないぞ。じゃあさっきどうしてあんな暗い顔したの？お前に会ったからかもしれない。親父は13の時に過労で倒れたまま死んだ。おふくろはそれからやめときゃいいものを女で一つで鋳物工場をやっていたのさ。そしてお決まりの不景気で倒産、借金の催促に参っていたのをよく覚えているよ。子供の俺にまで「さあ返せ、もう返せ」ってね。挙句の果てに高利貸しがおふくろを騙して。おふくろは俺に顔向けができなかったんだろうな。高利貸しの妾になりきれなくて悩み抜いたんだろうよ。どうなんだ女として、あんたどう思う？黒はな、ここで自殺したんだよ。今にこの辺りまで埋め立てられるんだけどな。それであんた。そう、俺はこの土地を買い戻すんだ。俺を残して死んでいったおふくろのバカさ加減と金金金金というアホらしいものの記念にな、ここを全部買い取って汚い汚いこの世の墓場にしてやるのさ。それじゃ何もあんたが泣くことはないだろう。あんたがかわいそう。
どこ行ったんだろう。マッチ！マッチ！マッチ！どこ行ったんだろう。まあいいや。こんにちは。あ、いらっしゃい。あの、兄さんから預かってませんか。え、何を。いつものように。あら、今日は何も預かってないわよ。伝言は。さあ、兄さん何も言ってなかったから。いいか、変な真似は絶対やるな。勘の鋭いやつだ。すぐ俺の考えに気がつく。そうすりゃ何もかもポシャってしまうんだからな。今日はねぐらを突き止めるだけにしとけ。慌てずゆっくりやるんだよ。いいか、ヘマやるなよ。じゃあ明日また来ます。ぜひ連絡を取りたいって言っといてください。承知しました。じゃあ。あなたの考えていること、生きていくってこと、なんだか分かったような気がします。だから少し一人で考えたいと。一人で考えたいと思います。また来ます。待ち。ええ、もうあの小僧と来たら歩くだけ歩き回りやがって。そう、5時間も歩きましたかな。何でも人を探してるようでしたよ。ねぐらは突き止めたのか。ええ、申し訳ありません。それがつい見失っちまいまして。バカ。それでプロの殺し屋か。まあいい、こっちで何とか調査をしとく。
こんにちは。いらっしゃい。預かってませんか。ええ。ちょっと兄さんから預かってるもの持ってきて。はい、あ、お待ちになってたもの。いつもどうも。お礼に今日ご馳走でもさせてよ。私のこと嫌い。いや別に。兄さんの話じゃいつも女の人にはすごいな。そういうわけじゃないけど、ただ今ちょっと私と恋人になって。よしこさん酔ってるんですね。さあ、着きましたよ。いや、もう一度。まあまあまあ、そう言わずにさ。お兄さん。こんばんは。妹さん、ちょっと飲みすぎちゃったみたいで。あ、これはどうも。じゃあ、また。動くな。ヒロ男さん、どうもありがとう。やっぱり鼻の下は長かったわね。何の真似だ。何の真似？まあ、それ後でゆっくり教えてやるよ。サンドバッグにしちゃやりがいがあるってもんよ。え？さあ、いいか、俺はプロとしてな、おめえに一言言っておきたかった。荒稼ぎばかりが脳じゃねえってな。プロにはプロとしての格調を落としちゃならねえってことがある。その結果がこのざまよ。え？そうでいい。だいぶやったな。ええ。どうだ、吐く気になったか。金のありばさえいや、別に今まで通り仕事だって回してやるってんだ。さあ、行っちまいなさいよ。ん？力んでみたところで、
いずれここで消されるだけだ。さあ、おとなしくしてるうちに入っちまいな。殺せ、殺せと言ってるんだ。え？いや、それが殺すわけにはいかんのだ。そう、お前に支払った金は安く見積もって5000万にはなった頃だ。お前はどうやら溜め込んでるらしいな。女に貢ぐわけでもなし。それをここのみんなで分けようってわけよ。お前にも分け前やったっていいんだよ。え、おとなしく考えるんだ。仲良くしようじゃねえかな。この小僧、さあ吐くまでやれ。ええ、やる、やる。大事な若いからガタガタになっちまうよ。こいつら本気なんだからさ。それ殺せ。どうせこんなことぐらい承知の上で仕事はやってきたんだ。殺せ。殺せ。どこまでやらせたんだ。え、どうだっていいじゃない。あいつを殴った時お前逃げ出したな。お前あいつに行かれたな。うそよね。どこまでやらせたんだ。何ごたごた言ってんのよ。あれもこれもお金のため。私はね、金輪際男になんか惚れたことはないわよ。お金、芝居を取ってあんたが言ったんじゃないか。まあ許してくれよな。ついお前に惚れてるから、ついな、頼むから許して。ふっ、刺激されたんでしょあいつに。な、いいだろう。じゃあいつものように。よし、じゃあ足もんどくれ。は、はい、お嬢様。そこはいいの。バカね。はいはい。ちゃんと揉まないとうちには置かないよ。お嬢様、もうおよろしいようで。痛い。ずるんじゃないよ。早く押し、早くしてってば。はい。
の野郎も大した野郎ですな。ああ、そろそろ入ったらどうだい。はぎれけった野郎だ。おう、なんか腹い詰めてこようか。特に健康に注意。くぅぅぅ。おはようございます。ああ、どうだ、参ったようですか。いや、二日や三日じゃ行きそうもありませんな。工場のやつだな。なんか手を変えねえと。やっと気がついたのね。ありがとう。あ、もういい。私考えたの。分かってる。私
あなたが好きです。聞いてください。はじめあなたの暗い目を見ているうちに、なんだかじっとしてられなくって、あなたに惹かれました。マチ、でもだんだんそれじゃ私たち、それじゃ幸せになれないんじゃないかって。もういい、泣かなくてもいい。マチ、こんなひどい目に遭うのお金のせい。そんなお金なんてあなたの大切なお金だろうけど。もういいんだマチ、俺は決心した。俺は新しい夢に町と一緒に生きるんだ。こんな金をおふくろの思い出と一緒に燃やしてしまおう。俺にはもう過去も金もいらないんだ。二人とも動くな。手間かけさせやがって。お前にはよく働いてもらったし、担当支払わせてもらったからな。うずめようとでも言うのかい。ん、何の用だ。これは恐れ入った。あんたに貯金しておいた分返してもらおうか。何？おっと坊や、こっちは銃が三つだ。いくらあんたでも買ってこないぜ。さあおとなしくそれよこしな。おっとお嬢さん、あんまり遠く行ってもらっちゃ困るんだな。ああ、しかしこの銃だからね、誰を先にやるか迷っただけだよ。
国体の競技みたいなもんさ。これかよ。すげえ。すげえ。私の人生花茶会、あんたが変な漁師を持った時からおしまいよ。命がけで稼いだ。誰にも怖いとくない。虫けらどもに近いで私ってたまるか。これがどんな金か知らねえやつ。私のバチ